コンドールの戦いは7年戦争及び第三次カーナティック戦争中の1758年12月9日、イギリス東インド会社のフランシス・フォード率いるイギリス軍とセポイがコンフラン伯爵率いるフランス軍とセポイに勝利した戦闘。1758年4月にポンディシェリーに到着したフランス領インド総督ラリー伯爵はビューシーイコールカステルノー公爵を ハイデラバードから呼び戻した。ガラ空きになったハイデラバードでは現地のラージャが反乱を起こし、ロバート・クライブは腰たんとフランス領を狙っていた。クライブは反乱を利用して現地のラージャと手を組み、遠征軍を派遣した。イギリス軍は12月3日にコンフラン伯爵率いるフランス軍を発見、そのまま高地を進軍して6日にはフランス軍から4マイルのところまで近づいたが、 両軍とも相手が強すぎると考えて戦闘を挑まなかった。膠着状態は8日まで続いたが、この日にフォードもコンフランも状況の打開策を考えた。コンフランは大砲六門をイギリス軍が占領していない高地まで運び、そこで攻撃するつもりであった。一方のフォードは3マイル離れたコンドールまで遠回り、して、そこからコンフラン軍を駆除するつもりであった。 9日の朝4時、フォードはイギリス軍を連れて、後軍、現地のラージャ率いるセポイにもフランス軍の攻撃を警告したが、ラージャは動かなかった。フォードが離れて間もなく、後ろからフランス軍の大砲の騒音が起き、そこでラージャから救援の要請が届いた。フォードはラージャの軍と合流すると、コンドールへの進軍を再開、8時に到着した。イギリス不評。 1742年、イギリス不評の赤い上着は当時からよく知られていた。フォード軍を倒したと喜んだコンフランは、急いで追撃を命じたが、急ぎすぎて隊列が乱れた。フォードが兵士に戦列を組ませると、コンフランも同じ人形で応戦、フォード軍が赤色の上着を着用したため、イギリス兵士であると考え、フランス兵士で応戦した。しかし、 その実はフォードがもしかしたら役に立つかもしれないとあらかじめ赤色の上着を着用させたセポイであった。そのためフランス兵士はセポイと戦闘した。一列目のセポイは敗れたがその後ろに二列目が現れるとイギリス人兵士が多数いると勘違いしたフランス軍は同様敗走してしまった。フランス軍は士官6人と兵士80人が戦死。 士官6人と兵士70人が負傷し、イギリス軍は、士官1人とヨーロッパ人、兵士15人が戦死、士官4人とヨーロッパ人、兵士30人が負傷し、セポイも約100人の死傷者を出した。対象したフォードであったが、ここで資金の提供をめぐって、ラーチャと争いが起こり、6週間にわたっての交渉で、ようやく合意した。年月日、 フォードは、行軍を再開して、2月6日に、マスリパタムから48マイル北にある、エッロールを占領、続いて3月6日に、マスリパタムを包囲した。ありがとうございます。